忙しいんだね。背中のファスナー開いてるわよ。直してきた方が。あ、やだ。ちょっとごめんね。久しぶり。久しぶり。ね、聞いたわよ。松尾くんは医者で、奈良くんは弁護士なんだって。高校時代からなんか光ってたもんね。田中さんだってね、相変わらず綺麗だし。ありがとう。私は正直、健康で浮気をしない人だったらもう全然 OK なの。でもやっぱり収入は気になるし、まあ貯金はそれなりになった方がいいかなとは思う。飲み物ちょっと取ってくるわ。俺も飲み物。あ、シャンパン。シャンパン。うん。リカさんは目的のためには手段を選ばない魔性の女。その鋼の情熱で狙った獲物は逃さなかった。